電撃 FC のマッシュがちょくちょく来てて気になったのですが、キリトキュンはどうして西が冗談なんですか。どうして何とマッシュってわかんないけど、キリトね、確かにシャガシ彼冗談なんですよね。うん、ごめん。あ、マシュマロか。確かにマシュマロのことマッシュって略すのね。マッシュオルテガみたいな感じで、なんだって思ったけど、マッシュマロね。キリとね、西冗談なんですよね。そうなんす。これはね、ごめんなさいとしか言えないです。冗談なんす。冗談なんです。設定ミスではないんです。冗談なんです。意図的に冗談にしてるんです。ただ、FCI にしたタイミングで下段にするべきだったとは正直思います。あれは意図的な冗談なんだよ。なんだろうな。まあ、切り札があって、その二刀になった時の強さってのが、まあ、無印の FC の時は、まあ結構やっぱ言うて唯一無二だったんですよね。強い。けど、まあいろいろ研究が進んでいった時に、そのフィジカルの強さが他のキャラも結構強くなってきたり、まあ他にもそのポテンシャルが発揮しにくいとか、デメリットがいくつかあったりして、なかなかきつくなってきたなって時に、その2Cを冗談にする代わりに他にポテンシャルっていう、ポテンシャルじゃない、そのステータスを振ってたっていうメリハリの部分が足かせになりすぎちゃっていたっていうのは正直事実なんだよね。だから、その FCI のタイミング、少なくとも、のタイミングで下段にしてあげた方が良かったなとは思う。今思えばね。で、なんで、下段にできなかったんですかって言われると、ちょっとねやっぱ時間がねなかったっすね。開発期間的な意味で足りなかったっすね。全部を洗い出したつもりではあったんだけど、まあ、やっぱね、見落としというか、見落としってわけではないんだけど、完全にはチェックしきなかったっていうのはまあありますわね、という話で。すごい暗い話になってきたじゃねえか。悲しいね。はい。そういう感じで。どうして冗談なのかというと、昔からの、ちょっと、ね、仕様というか、デメリットを引きずりすぎてしまったというのが理由になりますかね。はい、そんな感じです。お便りいただきありがとうございました。